願いします。はい、いいですかね。はい、斉藤ひとり人生がダイヤモンドに変わります、はい、っていうね、第一章、はい、成功者が大切にしている基本の習慣、うんうんうん、まず16ページにね、はい、優しさに欠ける人は一角の人物になれないんだって書いてますね、うん、書いてます、うん、みっちゃん先生のセリフとしセリフというか、はい、まあ、みっちゃん先生、うん、ひとりさんって言って文章が書いてあるんで、うん、非常に読みやすい本なんだけど、うん、みっちゃん先生、うん、ひとりさんを形容する言葉はたくさんありますが、その中でも一番だと思うのはやっぱり優しいことだと思います。わ、うん、かる、はい、うん、だから僕が斉藤ひとりさんを常々ね、うん、僕の優しさの先生だって言ってる、うんうん、僕本当に何、うん、て言うかな、もう、うん、僕自身の経験からいくと、うん、全く想像できないレベルやね、うんうん、自分の人生の、うん、生きてきた、はい、誰も使ってない考え方やと、うん、はい、それと言葉、はい、考え方と言葉が、うん、その非常にこの本で見るだけなんだけどね、うん、僕は会ったことがないんで、うんうん、ただこれ本でもここまで書けるということは、うん、まあこれ多分録音してるのを書き、うん、ライターさんが書き、はいはい、ね、だからあんまり脚色がないんだよね、うん、なかなかこういうのって、うん、まあ、常日頃そうじゃないと、はい、僕の経験上ね、はい、斉藤ひとりさんをその盲信してるんじゃなくて、うん、なかなかこれちょっと常日頃もこうじゃないとこういうことを言えないよな、うん、書けないよなって思ってて、うん、いや僕はね、もうすごすぎるというね、うんうんうん、いやそこでこのシーンでその考え方使ってその言葉でこの言い方かっていう、うん、僕の、はい、子供の頃の父親と母親と、はいはい、あなたの父親と母親、うんうんうん、はい、ね、はい、比較した時に、はい、これ今僕何話してる、顔見てると、はい、ああ分かってないなと思った。いや僕が、うん、いやもうありえない、うん、ありえない優しさだって思ったっていうことは、うんうんうん、いや、まあ、例えば何ていうかね、このレベル的に言うと、うんうん、火星人の言葉を喋るぐらいの努力をしないといけないなと思ったの。英語、フランス語、ポルトガル語の地球の言葉では僕無理だなって思って、火星人の言葉を、だから僕は優しさの先生って言ってるのは、その斉藤ひとりさんの考え方と優しさについてね、考え方と言葉とか言い方とかを、はいはい、もう火星人の言葉を、うん、一から学ぶという認識で、うんうん、学んだの、はい、うん、じゃああなたは天王星ぐらい、違う、太陽系では無理やね、なるほどそうか、大げさに言ってるんじゃないの、はい、ね、太陽系以外の、はいはい、わかる？ところの宇宙人の、はい、なんか名前も知らない星に、うんうん、そこに生命体があって、はい、ね、スターウォーズとかスタートレックとか、うんうん、チラッとぐらいは見たことあるでしょ、スターウォーズしかないですけど、うん、だからまあ宇宙人が出てくるじゃない、うんうん、ね、だから言葉が違うわけよ、はい、わかるよね、うん、僕が太陽系の中で、うん、火星ね、ちょっと近いよ、ちょっと近いです、水金地火木から言ったら地球の隣や、はいはい、でも月より遠いよ、はい、っていうことはよほどの覚悟を持って、確かに、挑んだのよ、うんうん、
で僕は静香ちゃんは、うん、あの太陽系の隣の、はい、って考えた方がいいよ太陽系の中にはないないはいうんわ、うん、かる、はい、もう違うところの見知らぬ星、人間が知らないところ、ね、そうそう人間、まあ、星とかは知ってるんやけど、はい、ちょっと学校の小さい頃からは習ってない、知識では習ってない、習ってない火星人とか言われたらほうほうとか思うんやけど、あのいるいないは別としてなんたら星人とか言ったらはいはい、はい、ほうそれはアニメの世界ですか、うん、だいたいアニメの世界に近いと思うよ。なるほど、わかる。じゃあ難しいかって言ったら、うん、僕はやることは一緒なんよ、うんうん、まあ時間がかかるだけじゃないかなって思うよね。そんなに難しくはないよ。もうそもそも難しいんやから。そうですね。いや僕が火星人。火星でも難しい、ね。火星でも難しいや。っていうかさ、ある意味さ、火星もさ、隣のあのなんちゃら系もさ、はい、僕よう知らんけどその辺詳しくないから、はいはい、なんかあるんやろ名前が、うん、なんちゃら系もさ、うん、遠いよどっちも。そうですね。うん、だから遠いことは遠いから、あの、うん、まあきっとできるよ。はい。言ってることわかるよね。はい、でも、うん、あの。簡単にはできないんだな、うんうん、ということでそれぐらい貴重だってこと、はい、裏を返せば、うん、言ってること分かるでしょ、はい、うん、それぐらいだって思った方がいいと思うよね、うん、だからこれさらっと見るとね、うん、まあ、僕は、まあ、斉藤ひとりさんの本を最初に一番初めに読んだ時にちょうど2000年ぐらいかな、うんうん、今はだから2000年ぐらいだからちょうど20年ぐらい前だから僕は38ぐらいの時か、はい、その時の最初の感想がね、はい、今まで生きてきて、うん、会ったこともないテレビでもラジオでも映画でも見たことのない人やなと思った、はあ、優しさのレベルが、はあ、うん、僕は自分の母親と父親がやっぱりよその母親と父親とだいぶ違ってたって認識してたんで、うんうんうん、そもうその頃は当然ね、はい、優しさ冷たさっていうことに関してはもう大体もう30代の時からすごくこう敏感だったのよ、うんうん、過敏すぎるぐらいだったんだよね、はいはい、だからその優しさに関してはやっぱりこうすごく心が動くというのかな、うん、うん、まあ、冷たさに関しては、うん、あの怒りが爆発してそれを抑えるのに苦労するっていうね、うんうん、はい、優しさに関してはこれはちょっとありえないレベルだなと、わかる、はい、これね、あの本買ったっていうことはちょっと読んだんだよね。何回か読みましたね、うん、これ、まあ、ここは覚えてるでしょ、はい、優しいって、うん、これどの程度優しいと思ったの静香ちゃん、この本読んだ時。そうか、もうそんなこと考えずに、うん、めっちゃ優しいんだっていう、うん、あの今の言葉は多分ね、正確じゃないわ、はい、優しいというワードだったからあなたの思考は停止したはずない。あ、そうか、優しいに度合いをつけるということはさらに父親の冷たさに度合いをつけるということにつながってくるんで、うんうんうん、ね、あなたは多分優しさの度合いということに関しては思考は停止したままだと思うわ、うんうんうん、ということはこれ見本が必要なんよ、はい、わかるよね、うん、でその見本の度合いの説明をさっきしたの、はい、あなたにとって斉藤ひとりさんっていうのはわかりやすく言うと、僕らこの太陽系じゃね、まあそれで銀河系なんだけど、まあ銀河系の中では銀河系かも。あ、そうなんですね、うん、うん、銀河系内は銀河系だと思うわ、はい、うん、だけど太陽系ではない、うん、太陽系の次ぐらい、わ、うんうん、かる、はい、なんかさっき言った天王星とか言ったじゃん、はい、水金地下の展開で冥王星の向こう、ね、より向こう、はい、というふうに考えてもらったらいい、はい、っていうことはもう想像ができないじゃない、うんうん、もうだって太陽系の向こうって言ったら想像ができないじゃん、もう、はい、だよね、はい、想像ができないぐらいの優しい人なんだっ
っていうことをみっちゃん先生は言ってるんだ、うん、これが読解力です。なるほど。これがわからないと、はい、この本で自分の人生を変えることはなかなか難しいですね。うん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 、だから YouTube 聞いてくれてるね、うんうん、あなたも優しさと冷たさには度合いがある。そしてその度合いっていうのはね、宇宙レベルの距離感で考えた方がいいですね。うん、冷たさもね、うんうん、太陽系は超えてるよ。宇宙ですね、はい。はい。太陽系の中の冷たさの範囲じゃないと思うよ、僕。一緒ぐらい。優しさと一緒ぐらいのレベルってことですね。うんうん、そう、反対方向にね。はいはい、分かります、うん、優しさが右やったら反対方向に左ね。ということはもう一つまた問題が出てきたね。距離が遠い。そう距離が倍ほどなるなという、はい、そうですね、うん、だからそれもまず分かっといた方がいいやろうね。うん、うん、だって今の作業ってこの優しさの価値っていうものを上げる作業なんよね、うん、はいはい、というか上げるというよりは認知していく作業ね。わ、ねうんうん、かる、はい、うん、だからこの優しいっていうのは、うん、その僕とか僕も含めてだよ、はい、あの火星人なのか、うん、僕とか静香ちゃんの想像を超えてるということ、はい、うん、それをまず分かってこの本で勉強する方がいいんじゃないかなって思うよね、はい、僕は全然大げさじゃないと思うよ、はい、うん、ずっとそうです、ね、確かに、あの一度も会ったこともないのに、うんうんうん、あの会う行動も全くせずに、うん、会う意思も全く持たずに、うん、あの20年間、うんうん、あのずっともうほとんど全ての本も買って、うん、読んで、うん、実践して、うん、ましてや生徒さんにも教えて、うん、ね、普通のカウンセリングのクライアントさんにも勧めてっていうようなね、うん、まあ一見信者かというようなね、うん、うん、うん、僕はあの先生だよね、うん、うん、うん、なんか分かったね、あの優しさと冷たさには度合いがあるという、はい、それ分かった上でこれ読んでいかないと、それとか僕の話聞いていくのも同じやね、はいはい、そうですね、うん、同じ言葉と思って読んでましたね、うん、あの同じ単語でも人によって、うんうん、そうか、私と先生でも同じいい方の言葉でも、うん、悪い方の言葉でも、うん、度合いが違うんだなって、うん、その度合いがもしかして私って分かってないんじゃないだろうか、うんうんうん、だからいつもピンとこないんじゃないだろうか、うんうん、分かるよね、はい、うん、じゃあ度合いということは少し気をつけながら、はい、今日最後まで僕の話を聞いてくださいね、はい、うん、その後にね、ひとりさんが言ってるのね、はい、ひとりさんが知る限り優しくない成功者って一人もいませんって言い切ってます、はい、これなかなか斉藤ひとりさんは言い切るということをしません、うんうん、はいはい、ということはよほどそうなんだなと、うんうん、ということはあの優しくないと成功できないということだよね、うん、そうですね、うん、うんというふうにこの大先生は言っております。はい。斉藤ひとり大先生はね。はい。うん。その後17ページの方にね、うん、でもそれって当然かもしれないね。うん、だってそれができないんだとしたら、うん、まあ、優しくなるということね、うん。うん。人から嫌われちゃうでしょっていうね。うん。うん、成功って自分一人の力ではなせないことだから、うん、人に嫌われながら手に入れられるものじゃない、うん、まあ、当たり前っちゃ当たり前けどね。そうですね、あのアドラーさんと一緒のこと言ってるね、うん、やっぱりさすが天才は違うね、うん、分かるよね、うん、まあ僕も本当にその通りだと思うよね、うん、はいはい、うん、でやっぱりしつかちゃんとかね、こう YouTube 聞いてくれてる人がね、はい、あのね、うん、惑わされないようにしないといけないことをちょっと注意事項としては書いてないんだけど、はい、僕これに惑わされてる人をたくさん見てきてる、うん、うん、
何かというと、一見成功しているように見えても、うんうん、優しくない人って、うんうんうん、気がつけば転げ落ちていたり、うん、仕事はうまくいっていても、はいはい、うん、プライベートがゴタゴタしていたりで、うんうん、本当の意味では成功していない、うん、僕は仕事柄、うん、たっくさんのこういう人を見てきてます、はい、わかりますね、うん、あの一般にその有名無名に関わらず、うんうん、まあ、有名な人はわかりやすいかな、はい、あの成功者って言われてる人でも、うん、あの10年ぐらい、まあ、もっと言えば20年ぐらい、うんうん、をその時の物差しとして、時間の物差しとして考えると、うん、まあ、大体転げ落ちてる人が多いですね、うんうん、だからこの SNS 時代になって、うんうん、でここから話し出すと長くなりそうなんで、はい、この話はいい話じゃないかなって自分で思うんで、うん、はい、じゃあ次に話しましょう。はい、ありがとうございました。